待って、全然関係ないけど、一番好きな食べ物って何ですか？さくらんぼ。あ、そうだ。一周回って忘れてた。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。さあちゃん、見てる？くるぶしです。ももちゃん、結婚おめでとう。はい、ということでね、始まりましたけれども。あ、結婚されたんですか？あ、まあ、婚約かな。あ、そうなんだ。うん、おめでとうございます。いじってこう、いじってこう。ぜひ、コラボしてください。いや、ほんとにほんとに、ももちゃんおめでとう、おめでとう。2月といえば、性のイベントが。性のイベント？何？保健体育？2月14日はですね、なんとバレンタインデー。ああ、出た。令和始まって以来のバレンタイン。初そうか。ですよね。コンビニで買える、新商品のチョコ。うんうん、プラス、エトセトラみたいな感じで。ちょっと何個か買ってきたんで、うん、で食べながら、思い出語りながら、うん、どれが美味しいのみたいな感じでやっていきたいなと思いますんで。僕、チョコレート苦手です。あ、そうだったっけ。そうだ、そうだ、そう。それでも、苦手な人でも食えるもんがあるかもしれないしね。チョコフレークとか、あ、なんか何かしらと相まって、若干ごまかしてくれるのなら、大丈夫。チョコケーキとかも食える。ピュアなチョコがダメなの。そう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 。ね、過去いろいろもらったんでしょう。それ全部破棄してるってことですか？アナルに入れた。大大大帰ってきましたけどね。終わったと思うでしょ。そんな、チョコがちょっと、苦手なチョモちゃんとですね、くるぶしで、何個か食べていきたいなと思います。おまず一番、まあちょっとこれ、本来のチョコっぽいやつ、はい、生ガーナホワイトキャラメル。もうね、見た目がエグい、うん、ね、生ってつくチョコ、うん、すごいよね。まあ、バレンタイン時期は結構生チョコ系出ますもんね。あともうそのホワイト、うん、でキャラメル、うん、もう俺が全部あかんもんがもうこれ集合体やな。全部、うん、全部ね、旨辛チキンを食べるんですね。チョコの回でチキンを食う男。滑らかな口どけとコクのある味わいが広がるガーナチョコレートで、贅沢な人たちを。いや、でもほんまにこう苦手としているやつですよ、この完全体。完全な、完全体のチョコ。完全なチョコですね、うん、じゃあいただきます。まあ、めちゃくちゃ美味しいバレンタインのチョコだなっていう感じ。焼けそう、なんか。確かにね。すっごいね、これすごいね。不愉快です。頭が真っ白になってた。頭が真っ白になって、はい、まあ、頭が真っ白になっていたと言いましょうか。はい、じゃあ次行ってみましょう。これも新発売かな、ブルボンですね。あ、ブルボンさん、はい、粉雪ショコラ。粉雪。冬季限定カカオのまろやかな生チョコ。生なんですね、これも。何でも生が一番いいですからね。中にこう用事が入ってる時点でもうかなり結構本格的な。カレーのルーみたいな。あ、まあ、でもカレーにも入れたりしますからね。チョコレートだけでこのカレー作ってみようか。それ断ってもいい？こんな感じですね。なるほど。チョコレート好きな人好きそうやな、これな。いきたいと思います。お。こまーい。こない雪感じる。いただきます。じゃあ、いただきます。あんま好きじゃないかも。まあ、頭が真っ白になっていたと言いましょうか。甘さ控えめやね。そうだね。さっきのがもうゲロ甘かったから。そう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 。順番間違えたかもしれない。
味だけで言ったらまだこっちの方が食べやすい、うん、この世のドロドロを集めたようなチョコレート、まあ、口内発射されたかと俺ちょっとね次のちょっと楽しみです。はい、こちらです。神戸ショコラ。あー、なるほどね。なんか紅茶味なんですよね。アールグレイって感じ。これはちょっと、美味しそうだなと思って。なるほど。神戸はな、うん、生きとるからな、何でもかんでもおしゃれおしゃれ言うて。関東でいう横浜的な感じですね。神戸は俺、赤穂に一回行ったことあるんですけど。赤穂？姫路の方かな。姫路はね、神戸じゃないね。あ、頭が真っ白になってた。頭が真っ白。そうだよね。これもでもやっぱちょこちょこしてるね。してるね。もう、神戸ショコラ。アールグレイ。いただきまーす。逆に焼き芋の味じゃない？いや、紅茶の味する。マジ？まあ、その味で言ったら、うん、今の3つなかったら、うん、まだ一番食べやすい。おお、そもそもやっぱチョコレートってうまいうまい一番うまいもう一個ですね、実は紹介したいものがあって残酷子供ってなんであんな残酷なんやろ。本当やね。俺はこれ、うん、これ、うん、これだな、うん